1点差の土壇場でパスミスして逆転を許した。先輩たちの涙、 OB からの非難、俺はやめようとまで思ったけど、監督は俺をキャプテンに選んでいった。だからお前がやれ。そん時に俺は決めた。償えるとは思ってねえ、救われるつもりもねえ。それでもインターハイで優勝する、それが俺のけじめでキャプテンとしての存在意義だ。